はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もブラッドステインドリチュアルオブザナイトを届けやっていきたいと思います。で、前回はですね、砂漠の方、砂漠なんだで、ロデリックさんをちょっとぶち倒してね、やってやりました。本当は残月さんに会いに来たんですけど、なんかロデリックさんが待ち人来たらずって感じで、残月と待ち合わせしてたのか、もしかするとドミニクさんかもしれないですね。なんか企んでそうだもんね、ドミニクさんね。ちょっと奥の方いたりね。で、今日はですね、近畿地下水道の探索を進めるんですけど、その前にこの空いてるスペース、ここね、ここ、ここ。ここね、ここ、ここ。ここをね、ちょっと埋めていきたいなと、先にね、思っております。なんで、一旦、戻るよ。一旦戻るよ。あ、戻る。その前に、ちょっと待って、体力回復するわ、体力。死にそうなってるから、アイテムの補充も兼ねて、一旦戻ります。本拠地に。空中でもう一回ジャンプできるようになったけど、それでも届かない場所があるのよね。あるある。残月でもあの高さは届かないと思うわ。武術で空を飛ぶほどの跳躍ができると聞いたことがありますわ。へえ。その残月からヤブミが来てますわ。灼熱の岩窟にて不可思議な悪魔。まだ行ってないとこあるんだ。そうなると不可思議な悪魔見て候。不可思議。続きを読むと、天井に向かって落ちていたような動きをしていたらしいですわ。あの火を吹くやつじゃないのかな。意味はよくわからないけど、一度その悪魔を探す必要があるわね。何か解決の糸口になればいいですわね。ところで、何か必要なものはあるかしら。あります。どれを買ってくれるのかしら。ポーション。あ、水中戻ってきちったな。まあいいか。あ、普通に動ける。すげえ、ちょっと感動だわ。すごい。ただやっぱ遅えな。いや、威力高っ。雷すげえ。雷の力ってすげえ。とりあえずあのアイテムを取るのですね。ストライダーベルト。ストライダーベルト。スライディング性能か。そんなに対応するものでもないでございますか。あと下にもある。あ、ここにあるのか。 OKOK。 回収。フライドフィッシュ。お前、水中にフライドフィッシュはねえでしょ。ちょっと誰の命令でこんなところに宝箱を設置したんだ。全くけしからんね。フライドフィッシュですってよ、フライドフィッシュ。あ、これはあれだ、シャード使わんとダメなやつだ。全然使えなくなってしまった。よし、こういうことで。いや、あれか、いちいちオンオフしないといけないのか。めんどくせえな。水中だと消費しない。あ、水中だと消費しないからでかいな、これは。やるじゃない。やるじゃない。これ、防御力上がったりするのか？レジスト1、斬撃耐性か。クリスタル。ああ、じゃあ、ここは終わりだ。したらやっぱりここをワープしていくか。仕方ね。戻るぞ、一回。下からしか行けないわ、これ。よし、じゃあ行ったことない上に行きますか。強いな。強いなっていうか、私の体がちょっと弱いな。
これ体力やっぱ3日買えばいいんで、買えばいいんじゃん。足りないもんな。待って今、権限せよ。我であり我でなけ。仕方しちゃっていいかな。よいしょ。鎧ぐらいじゃ私の剣は防げねえんだな。アイテムだけか。仕方ない、取ってあげましょうか。で、はい、ヘビーリング。体重が増えるのかな。女性に対して体重が増える指輪をつけさせるってなかなか。取得経験値アップか。はあ、まあそれはいいか。ヘビーってそういうことか。ああ、じゃあここだけで埋まっちゃったな。そしたらここ行って先進みますか。なんだ、あっさりんこだった。おい、なんかこいつすごく速くなかった。今権限せよ。我であり我でないもの。とあの野郎どっか行きやがった。よし、骸骨がいるんじゃなかったっけ。痛い、やっぱり。危ねえ、ちょっと待って。あそこに危険な生き物がいる。ちょっと装備を、シャードリフレクションレイなんかしてるから勝てないんだ。よいしょ、レベルアップ。ふぅ、よし完璧じゃない、道間違えた。さて、それでは近畿地下水路の攻略に戻りましょうか。で、ここの上登っていく感じでいいのか。お、剣強え。剣マジ強えわ。ちょっと先行ってみましょうか。あ、どっち行っても一緒かな。これこっちから上行けない雰囲気か。あ、上行けない雰囲気だ。となると、OK。じゃ、この上だ。こっちの上。おら、いやいや、お前、勝てると思うなよ、この雷の魔剣によ。ナイス。とどめさせてくれちゃった。助かりますね。アイテムいただき、マカゴニ剤。お前、何やつ。犬よりはいいな。究極のレシピ。なんじゃ究極のレシピって。思考のレシピは用意してあんのか。ちゃんと究極出すってことは思考も出さなきゃダメだぞ。バランス的に。よ、あっち側、え、なんだこれ。あ、違う、何もできない。猫パンチだ、猫パンチ。かわいよ。猫パンチやってきやがった、あいつ。かわいいな。だいぶ強くなってきちゃったんじゃない、これ、雰囲気的にさ。あんなアークデモンを。片手でひねるぐらいの勢いだぜ。フライドフィッシュ食べようか。食べたことあっか、フライドフィッシュ。あ、あるわ。そしたらポークカレーでボーナスもらっちゃうか。うまーい。ダメか。よいしょ。はい、ライトニングボルト。お前ライトニングボルト作っちゃったよ。あ、バラせばいいか。なんだよ、
せっかく作ったのに。となるとここか。ここだけ行っていけないんだよ。行けなかったの、ここ。となるとここにワープして飛ばなきゃいけないから。よし、下に行こう。なるほどね。よいしょ。OK。ほう。また、あ、クリアになる。ザコがアークデモンに対してザコが出る時が来るとはな。そしたらこっち側、さあ本当の攻略はこっからだってことだな。よいしょ、よいしょ、すごいすごいぜ。でこちらの部屋に戻って、うん、そうかそうか、普通に沈んじまうのか、私の体沈んじまうんだな。よいしょ、よいしょ、2000ゴールド、はいはい、ありがとうございます。マカボニー剤、はい、しっかり馬狩りしていく。よし、弱いな貴様、弱いな。結果で、シャート、またこれ変えなきゃいけないですね。リフレクションレイン、ほら、よし、クリティカル、気持ちいい。でこれ水の中だと逆にアクアストリームの方が使いいかもしれん。 MP 消費ないからね。よしよしよし、ほら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 、あっさり。お前どう見てもあっさりじゃねえだろ、シャコガイだろ、どっちかというと。そのサイズ感であっさりは嘘つきだぞ、絶対よくないと思います、嘘。よいしょ、おおお、よし、リフレクションレイにするしかないな。そこ、はいはい、あ、しもた、アイテム回収できない、アイテム回収できないぞ。これスライティングでいいんじゃん、普通に。よいしょ、一種カジキ、カジキって海賊王の指輪、マジか、海賊王に俺はなるか。どこだ、カジキ、カジキじゃないや、海賊王の指輪。あー、なるほど、そういう系か。ドロップ率アップ、これにしとくか。一応道具パップしてにも必要になってきそうだからね。アイテムがあって困ることはないから。おお、灼熱の溶岩洞窟に行くわけだな、これ。雰囲気的に。残月が。裏、魔導研究棟。裏、あれは、ドミニクと、アルフレッド。やっぱドミニク、やっぱなんかやってんじゃん。貴様からの申し入れだったはずだ。どういうことだ。ほんの手違いですわ。ただあなたが罠を仕掛けていたのは、それは約束が違うのではなくて、貴様にロガエスの書を渡すわけにはいかぬのでな。あー、狙ってんのか、ドミニクも。面白いことを言いますわね。書を求めるのは10年前、両親のための復讐か。両親のための復讐？両親？何を言っているのかしら。
ム。いや、そんな驚かなくてもええやん。あ、待ちなさい。転送石か。恥ずかしいところを見られてしまいましたね。今の話、アルフレッドは地下であなたを待っていたのね。そう、だから残月に向かうようにお願いしていたのですわ。ああ、どういうふうに言い訳してくんだお前。彼は空間移動を封じる術を持っています。へえ。だからアルフレッドを足止めできると考えたのですが。でもさ、そういうことだったのね。それで両親の復讐って何があったの？こいつの両親があれなんじゃないの、ここに残してる日記のさ、研究記録残してるやつなんじゃないの、結晶増やしたりしてた。隠していても仕方ありません、ね。あ、違うのか。悪魔召喚で殺されちゃったってことか。エクソシストでした。しかし10年前の悪魔の大召喚。ああ、それなら錬金術師に対して恨みを持ってても仕方ないですよね。だから私には悪魔を憎む理由がある。そして原因となったロガエスの書にも。ごめんなさい、私たちの仲間が。恨みなんてとっくの昔に忘れましたわ。私は再び悲劇を起こさないためにロガエスの書を回収したいだと。嘘くせえ。嘘くせえ。私も協力する。ありがとう。私もあなたを全力でサポートしますわ。いや、なんか嘘くせえな。嘘くせえな。やっぱり入ったからにはすぐセーブポイント。そういう感じだね。もうかなり弾頭したがってるもんね。かなり弾頭したがってるから絶対落ちてくって思った。で、装備装備、リフレクションレイじゃダメ。フレームタイムにしてみようかな。全部雷だしな。お前大丈夫か。初めて倒したやつだ。おうおう。ほい。ほい。よいしょ。OK。これは？はい。ん？よいしょ。いや、ほんと椅子たまに座るんだけど、なんなの？椅子なんなの？マジで。椅子なんなの？シャドウゲット。はいはい、レジストダーク。なるほど。で、装備をフレームキャノン、やっぱちょっとちょっとダメだな。テプスオシウスの方がやっぱ使いやい。この何も考えないで連打できる感じがテプスオシウスの一番いいところだと思ってるから、そこなんだよね。ジビルの力もあり、大量のシャードが集まったことと、訓練も順調なことから、シャードリンカーによるシャード実験を開始した。訓練の成果などが、シャードの力を順調に引き出すことができているようだ。特にミリアムという少女、彼女の能力は計りしない。扱う量も引き出せる量もずば抜けている。上層部の望む悪魔召喚に必要な量の結晶が、私の計算上ではあるが、十分に集まった。長い道のりであったが、あとは儀式を実行するだけだ。我が友は未だに儀式には反対らしい。何かを得るためには何かが犠牲になる。それは錬金術の基本でもあるはずだ。我々の悲願のために必要な犠牲なのだ。多分
こいつがアルフレッドだと思うんだよな。我が友こそアルフレッドだと思うんだよ。待って、あの扉はボスっぽい。なるほど。ここがボスだとすると、これ上は転送させてくれるような気がするぞ。ちょっと一回戻ろう。はい、ガッチャンコ。はい、強い。女王の涙。まあさすがに女王なわけだ。さすがに女王だ。ああ、やっぱり転送部屋だ。はい、これ完全にボスだわ。残月はこっちに入れてる。わからんな。でも残月と戦う理由ないよね。あれ、なんだっけ、残月が言って飛ぶ悪魔だっけか。飛ぶ悪魔なら重力に逆らって反転するみたいなやつ。重力に逆らって反転するみたいなやつがこの先にいんのかな。セーブしたし行ってみようか。とりあえず私じゃん。なんでドッペルゲンガー。あ、なるほど。刀とかかっけえ武器使ってんじゃねえかよ。大王女どこ行った。壁にはまっちゃってんだけど、大丈夫。あ、ちょっと体力やばいんですけど、ちょっと戦い方めちゃくちゃ雑だったわな。はい、やばい、死んじゃう。はあ、大王女だな。今が大王女だったな。このガード、はい、紅吹雪。かっこよ。マジでこれやばいな。はい、どうやって受けるのが正解なんだろう。はい、痛い。かっこいいな、こいつ。自分だからかっこいいに決まってんだけど。やばい。ちょっとシャートを変えて。ブラッドスティール。ふう。あんまり回復したいな。まあ、いっか。これなんだろう、フレームなんとかってやつ。インフェルノとかなんかそんなあったの。予備動作が一切ねえんだけど。いた。ふう。いて、どうなってんの。なんか壁の中入っちゃったぞあいつ。
壁の中入っちゃった、あの人。体力はもう私終わってしまったかもしれない。あ、ありがとうございます。倒してくれて。わあ、ギリギリ。ギリギリだった。シャドウとレイサー。影分身を作り出す。これか。あ、本当だ。マジで影分身だわ。セーブしとこう。セーブ超大事だからセーブしとこう。ちょっとついでにアイテム買ってきますわ。めちゃくちゃ雑な戦いしてしまったから。一回戻らせて、一回お家戻らせて。いや、あのね、今見ました、これレーザーで、ね、強いわ。シャードの連星でね、ティス、なんかレーザー飛ばすような魔法あったと思うんですけど、あれをね、ダイヤモンド連星したらね、こんなんなったわ。めっちゃ強え。これやばいな。いや強いわ。点で攻撃してもいいし、連続でこれやってもいいしで、めちゃくちゃ面白い。これ面白い。これいいね。いいですね。ほぼ消費しないし、これ。これ、瞬間でこう、細い線出せばさ、ほぼ消費なしで、ほぼ消費なしで、ほぼ消費なしで連打できる。すげえ。これはあかんやろ。こういうやり方でいいんですよね。はいはい。スパイクブレスト。帰りの方が大変なんだよ。あ、触れた相手に傷を負わせる。ボギル9曲がんのか。スパイクブレストにしとくか。よし。触れるのは危険だぞ。私に触れたら怪我するぜ。チクチクして怪我しちまうぜ。ピッロザイ。ピッロザイ。ピッロザイ。マジ笑っちまうぐらい強い。ほら、ほぼもうさ、消費なしでこの威力よ。半端ねえ。ミディアムにはさ、早口言葉やってもらうしかなくなっちゃうけど。あ、どこ行った。あいつ壊れちまったか。あいつ壊れちまったな。あ、壊れてないや。下にいたじゃん。はい。いや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 、マジでいいのか、こんな強くて。何これ、なんか変なとこはまった。遊びすぎちゃった。アイテム、これさあ、なんだこれ。おう、なんだろうこれ。牛さんが置いてある。なんだろうこれ。なんだろうこれ、牛さん、なんだろうね。
ティス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 ロザイン、ティス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 ロザイン。強い。ああそうか、もう体に触れただけでダメージ食らうから。ああ何戻ってくるだけか。上と下出るとかちょっと違うのね。いて、はいはい。いや半端ねえ。はいはい。ティスロティスロザインティスロティスロザインティスロザインティスロザイン。やべ無駄に連発しちゃう。体力やばいな。遊びすぎたか。ティスロアイズザイン、ティスロアザインで遊びすぎたかもしれない。下からたまになんかレーザー飛んでくけど、あれ何なんだろう。ポーションで十分だな。セーブポイントかなんか。お、かわいいニャンコネズがトキシックストーム。ほう、待って待って待って、これ上壊せそうじゃない。壊せないか。トキシックストームってグレイトフラッシュとじゃなくて、あ、似たようなもんか。自分の周囲、自分の周囲とは一体。あ、レベル上がった。トキシックストーン微妙だね。そう、このキスレイフってやつを変化させたやつがティスロザインなんですよ。とりあえず強い。とりあえず強い。使っとけば問題ないというか、使っとけばね、なんとかなるっていう雰囲気はある。先行こう。あ、溶岩エンクス、ここで出てくるわけだ。いやー、目に厳しいな。あれってもしかしてお前か、お前がやってくれてんのかそれ。もしかしてこのホワイトナイトさんが、そうだ多分そうだ、塔を打つっていう時に出てくるからやってくれてんのか君。やるじゃん。お前か、やってくれたの。よいしょ、よいしょ。痛い。はい、ファイヤースローは。体力、体力か、体力。え、嘘、ちょっと待ってよ。どっから火出た今。またあそこ行かねばならんの？うちまたあそこ行かねばならんの？もう一回やらなくちゃいけないの？よし、帰ってきた。帰ってきたぞ。レベルアップ。よし。ルビーか。ありがたいですね。
しっかり処理していけばそんなに怖くない。まだ硬いね。はい、アイテム回収して、この空間には何もないよね。飛びたくね。あ、いや、なんかある、なんかある、なんかあるけどいけないな。先行こう、仕方ない。ふう、いやー、音楽はなんかいいね、ここね。ちょっとテンション上がる感じの。よし、まあこの辺か。ふう、シャートを戻して、はいはいはい。まあこんなもんよ。まあこんなもんよ。めちゃくちゃ伸びてる。粘性がすごく高い体してるんだな、あいつ。びっくりしたわ。飛んでるやつに対してもアドバンテージ取れるの強いな。痛い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 。うん、あ、まだ生きるのこいつ。やっちまった。倒したもんだと思った。硬いね。お、まだこれデストラップ。そういうやつか。やっちゃってくれていいっすよ。うわ、呪われてる。アイテムが、死にたくない。何度も何度も死にたくないと。剣が触れない。なくなったか。よしよし。ふう、なんてこった。すげえいいアイテムかと思っちゃった。よいしょ、回収。まだ。よし。ヒノキ材か。いいのか悪いのか。お、いただきます。しっかりね。よいしょ。うん。はい。オッケーオッケー。な、餅みてえな死に方すんのよね、あいつ。本当にお餅みてえ、ベローンっつって死ぬんだけど。ほい、それはずるいと思う。ああ、ちょっと落ち着け、落ち着け。自分が落ち着け、まず自分落ち着こう。よし、死活しよう。うえー、柔らかいんじゃない。あー、セーブポイントありがてー、ありがてー。となると上が、この下が多分進むべきところだ。上が戻る、戻るというかワープだと思う。一回上行こう。やばい。なんなんだお前。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いやー、強い。
私が強すぎる。これ上行けない感じ？ふう敵は伸びるようにして死んでいくんだよな。あーとなるとこれ下行くしかなさそうやね。意外といける。あーちょっと待て、意外といけるな。よしよし止まれる。あいけるいける。なんだいけんじゃない。宝箱だけか。究極弾丸のレシピ。ほほう、貴様も究極を歌うか。ならばいいだろう。貴様がそういうならばそうなんだろう。はい、死ぬかもしれんからこっち行きます。よし、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回また溶岩煙窟でしたっけ、名前忘れたの続きからやっていきたいと思います。ここまで語り私コニーでお送りいたしました。次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで、さよなら、バイバーイ。